スのご飯の時間がやってまいりました。今日はですね、揚げ物が食べたいのに油の処理は大変やし、カロリーもお高いんじゃないですか。方にぴったりな料理、油たったの大さじ3杯でできる鶏胸肉と昆布茶を使ったヘルシー鶏天を作りたいと思います。それでは早速作っていきましょう。ご飯キッチンレッツゴー。はい、それではね、材料の紹介をしていきます。鶏胸肉1枚、それとさっき言ってたこれ昆布茶ね、これが小さじ1半ほどで、今回ね大葉10枚使います。最後に添える梅肉はチューブでも OK です、適量で。揚げ衣の方なんですが、小麦粉と片栗粉が各大さじ1、それと炭酸水今回使います。これが 50cc。 炭酸水はねソーダストリームで作りました。ソーダストリームの動画も上げてますので、まだ見てない方いらっしゃいましたらね、どっかにねリンク貼っときますんで、また見ていただければと思います。はい、それではね、鶏胸肉の方カットしていきます。大葉がね10枚あるんで10等分に切りますね。この切り分けた胸肉に昆布茶入れます。昆布茶を振りかけてよく揉み込んでください。こうやってね揉み込むことで昆布の粘り気がね出てくるんでね、結構しっかり揉み込んでください。こんなもんかな。はい、それではね衣の方も作っていきます。全部白やからねちょっと見にくいんですけど、片栗粉と小麦粉を炭酸の中に入れてさっとざっくりと混ぜておきます。見にくいわね。はい、これで OK。 はい、それではね、この鶏肉に大葉の方巻いていきます。昆布のね粘り気が出てるんで、大葉はねこうやって結構簡単に巻くことができます。まあ逆に言うたらね、それぐらいちゃんとこねてくださいっていうことですね。噛んだな、動かんもんな。今回はねヘルシー鶏天という名前にしてますのでね、鶏の皮は全て、取っております。なのでね、鶏の皮好きな人はね置いといてもらっても全然 OK です。綺麗じゃない、結構。はい、こんな感じでねこうセンスあふれる感じに出来上がったので、これをね衣につけて揚げ焼きしていきます。しました。ここら辺にね今映ってると思うんですけど、はい、それでは早速いただきます。今日はねこれね余った炭酸水でハイボール作りました。いただきます。鳥さん、いただきます。いただきます。うん、めっちゃジューシー。うん、パリッパリや、うまい。うん、ここで梅肉をつけていただきます。
うまい。あ、酸っぱ。昆布茶を使った鶏天のご紹介でした。他のスパイスは一切使わずに昆布茶の旨味成分だけで味付けすることによってあっさりしてるのにだし汁感がたっぷり味わえる鶏天好きにはたまらない一品となっております。肉全体に昆布の旨味をコーティングするためにしっかり揉み込むことで肉汁も閉じ込められてジューシーな仕上がりになります。また揚げ焼きにすることで油も少なくて後片付けもめっちゃ楽なんでね、ぜひお試しください。はい、本日の動画は以上となります。この料理美味しそう、役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。郷さん、ゴムビーゴーでした。この動画実は2回に分かれてましてね、1回目実は大葉を巻くの忘れて焼いちゃったので失敗しちゃったんですけれどもね、2回目はとても美味しく仕上がりました。ちょっとターンも